国鉄419系、715系電車、419系、715系電車、419系、715系電車は、日本国有鉄道、国鉄が581系、583系、寝台特急系電車を種車に改造した、近郊系電車である。種車は交流直流量用電車であったが、 改造後に投入される線区に応じて、電源切り替え機能を交流側に固定し交流専用とした715、軽電車と残地した419軽電車の2、系列がある。国鉄では、1982年、昭和57年のダイヤ改正で、広島地区における列車運行形態を、従来の長大編成不当自覚の、いわゆる列車型ダイヤから、 短編成による当時各品パン運転の、いわゆる、電車型台への転換を行った。これは利用者から好評を持って迎えられ、国鉄はこれを全国の地方都市圏に拡大していくことになった、シティ電車の項目も参照。直流電革間では、従来からの車両に対し、中間車への運転台設置改造や、先頭車の申請を行って、短編成化し、 車両数を極力増やさずに編成本数増を行って対応したが、地方交流電化区間の普通列車は、郵便荷物輸送の問題から、電気機関車牽引に変わっただけの客車や、電化前から使用されていた機動車がそのまま投入されていた。しかし、多くの電気機関車は、貨物列車牽引に必要な後継引力重視のため、加減速性能が劣る上客車列車では、 奇襲天域での機関車の付け替えが必要で、電車型ダイヤに対応できないことから、新たな交流用及び交流直流量用の近郊系電車が大量に必要となった。これに適する交流直流量用近郊系電車としては、1978年、昭和53年に片側に扉クロスシートの417系電車が開発された。しかし、同系列の落成時期は、 1970年代末期から1980年代の国鉄の累積債務問題が議論され、国鉄改革が急務とされた時期と、重なり主にコスト面での問題から、仙台地区へ先行投入された3両編成 AX5 本計15両が製造されたのみ終わった。その後は同系列に準じた車体構造を持ち、電車としては新規軸のサイリス体操制御。を。 採用した交流専用の713系電車が開発されたが、これも少数が試作されたのみとなった。その一方で、ダイヤ改正による急行列車の運行激減により、余剰車が多数発生したことから、455系、457系、475系などの交流直流量用急行系電車に、近郊輸送転用改造が施行された。 続いて、以下の理由で余剰が発生していた581系、583系寝台特急系電車の近郊系改造が提案された。この結果、改造が施行され落成したのが本系列である。1984年、昭和59年に交流専用の715系例番台が長崎本線、佐世保線用に続いて1985年、 昭和60年に、寒冷地帯応系の715系千万台、東北本線、仙台地区に、交流直流両用の419系が、北陸本線に投入された。近郊型への改造により発生する改造経費の、節減と当時の車両の余命も考慮して種車となる581.583系電車の基本構造を活かし、 近郊系電車として使用するための最小限度での改造工程とした。そのため、近郊系電車としては極めて得意な外観を有する車両となった。主な改造内容を一家に示す。1984年2月ダイヤ改正に合わせて、長崎本線、佐世保線用に48両が改造された交流専用車。改造は、小倉工場、現、 小倉総合車両センター、末藤工場、現、金沢総合車両所。4両編成12本、N101 から112編成が蘇生され、全車南福岡電車区、現、南福岡車両区に配置された。なお、N111.11 に編成額波714、型を連結する編成とした。塗装は713系とともに、クリーム1号地に、 緑14号体が新規に設定された。1986年、昭和61年から1990年、平成2年にかけて、車体側面上部に残されていた583、軽時代の信台使用時明かり取り用小窓が、水の侵入を防ぐなどの理由で、埋め込み工事が施行された。さらに、同時期に塗装も白地、クリーム10号に、青、青23号帯の、 九州色に変更された。また、車体の腐食防止という観点から、以下の工事が一部車両に施行された。1987年、昭和62年の国鉄分割民営化時には48両全車が、九州旅客鉄道、JR 九州に承継された。基本的に配置や運用の変化はなかったが、繁忙期には、臨時休校、ホリデーさせボ、 博多駅佐世保駅間などに投入されたこともあった。当初予定されていた長崎本線、佐世保線の他に、鹿児島本線、福間八代間でも運用されたが、各社に扉の強幅折り度で、ラッシュ時に対応できないこともあり、徐々に運行数を減らし、営業運転からの離脱直前は改装で、南福岡にで入庫するのみとなった。荒木とす長崎間の直通普通列車も、 運転されていたが、1996年、平成8年から813軽電車に置き換えられ、1998年3月26日の、長崎本線 885M に重当され、ただ旧編成を最後に、定期運用を離脱し、区派715から1を除き、後述、全車廃車解体された。1985年3月のダイヤ改正に、合わせて、 仙台地区用に改造されたグループ。改造志向は、霊番台を担当した小倉工場の他に、郡山工場、現、郡山総合車両センター、土崎工場、現、秋田総合車両センターが担当した。50Hz 化区間で使用されることから電動車は 50Hz、60Hz 両用の、モハネ5 8 3系。 モハネ582型とし、寒冷地で運用されることから客用、扉半自動化や車内ロングシートの扉隣接部に、防風板を設置するなどの防寒、防雪対策を施行したため1000番台に区分された。また増設運転台の空気部へ、台本ガレー番台の床下から、全小灯用庫へ、搭載位置変更、中、上段寝台用小窓が当初から埋め込みなどの、節変更が行われた。 霊番台と異なり区七714型は存在しない。4両編成 X15 本計60両が改造され仙台運転所、現仙台車両センターに配置された。塗装は霊番台同様クリーム1号地に緑14号体としたが全面塗り分けが異なる。分割民営化時には日本国有鉄道が保有していた60両全車が そのまま東日本旅客鉄道、JR 東日本に承継された。承継後に一部車両へ特別保全工事を施行。屋根の補修、寝台船完全撤去、横引きカーテンへ変更など改造された。このため末期には工事志向車と未志向車が混在する、編成も存在した。東北本線、黒磯一ノ関の関間のか、仙山線仙台愛子間、大宇本線、 福島には坂間、ま、1991年、平成3年まででも運用されたが、1995年、平成7年から701系電車への置換へが開始され、1998年、平成10年に全車廃車となった。715系千0番台の登場と同じ1985年3月大夜改正で、北陸本線金沢、 富山都市県へ電車型ダイヤを導入することとなり、小倉、松藤、森岡の各工場で15本計45両が改造により、落成した。基本仕様は715系を踏襲する一方で、北陸本線は交流区間の他市が新潟県内で直流電化区間を有していたことから、種社と同じく交流直流両用とされた。また、 運用形態に合わせて3両編成となり、下り方、直江津方戦闘車は、制御電動車、雲葉419系とした点が715系との、相違点である。改造当初は、赤2号に、クリーム10号の帯を入れたと相当された。当初は、全車金沢運転所、現、金沢総合車両所に配置。分割民営化時には、西日本旅客鉄道、 JR 西日本に承継された。北陸本線全域の他線9 9 1年、平成3年から2006年、平成18年までは、水見線大見今随北の区間でも運用されたが、幅が狭い客用扉などの問題から次第に、福井線もしくは、富山駅等の換算区間運用がある時になった。全車に MAN 工事を施行。座席モケットや化粧板。 ガラス指示用エッジゴムの交換、ブラインドの横引きカーテンへの変更、釣り手の増設などが行われ、一部車両では洗面台が完全撤去された。1995年、平成7年には、七尾線の河川積雪対策として、モハ418から15に第二パンタグラフを搭載し、早朝の上り1本で運用に投入されたが、1996年、 平成8年の転属に伴い撤去。ただし台座はそのまま残存する。1996年、平成8年3月には新設の福井、地域鉄道部、現、鶴ヶ地域鉄道部鶴ヶ運転センター車両管理室に転出。2005年、平成17年からは区四419系の全面貫通扉、種別幕を閉鎖する工事も開始されたが、 2006年、平成18年の富山高線、本系列は運用されていない分離、鶴ヶ以南の直流化、521系の入りによる、余剰から、前述工事未試行者を含む編成から廃車が、開始された。2010年、平成22年時点では、北陸本線、鶴ヶ、直江妻の普通列車で運用されていたが、2011年、 平成23年3月12日ダイヤ改正により、定期運用を終了した。なお、本系列廃車発生部品は、京都総合運転所、現、水田総合車両所京都市所,所属の583系に使用されたほか、一部は、富山地方鉄道が、購入動車の130系電車に使用されている。2012年、平成24年4月時点では、 DLH 編成のクモ派419から1モ派418から1区派418から1が保留車として車席を有していたが同年9月29日付で廃車、廃系列となった。解体は同日から30日にかけて富山県高岡市不識の日本車両リサイクル、現日本総合リサイクルで実施されることからトレーラーで陸路を搬送された。 なお、2017年、平成29年1月現在目破418から、一のみが解体を免れ同書にて留置されているが、今後の処遇は不明である。運行当初は、機動車から電車化による列車の高頻度化に貢献したが、国鉄末期の財政状況に起因する極度な、改造経費の節減を図ったため不十分、不合理な点が残り結果的には、 以下の問題点を抱えた。このように、問題点の多い系列ではあるが、そもそも改造時の経年から、長期使用を意図したものではなく、国鉄末期の厳しい財政状況に鑑み、後継者が増備できるまでの暫定的な車両として、割り切っと考えるのが妥当である。JR 東日本、JR 九州の715系は、予定通り1990年代後半には、 後継者へ置き換えられたが、JR 西日本の419系は、交流直流療養者ということもあり、他の急行型を含め時間へがどんどん進行せず、背景列となったのは2012年、平成24年である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。